おはようございます。釣り子 TV です。まあちょっとね、渋いものをね紹介していこうかなと思ってですね、結構渋いけど、ないとね困っちゃうっていうね便利グッズね、便利シンカーね今日はご紹介していきたいと思います。スタジオ100のオリジナルの、タングステンドロップシンカーっていうことで、32分の1オンスと32分の3オンスと、それとこれがね16分の1オンスっていうことで、小さいのをねこう3袋買ってきてみたんですけども、これね今年の春使おうと思ってね春先の釣り用にね、スタンバイしてきたので見ていきたいと思うんですけども、まあねあのスタジオ100オリジナルね結構安くてね買いやすいんで、ドロップショットのシンカーとかねいろいろ使ってるんですけども、いろんなねその形があるのがいいなっていうことで、はいまずこれね、これとこれ、あやっぱねいっぱい数も入ってるからね、このオレンジパッケージやっぱいいっすよね。ついつい買っちゃうんですけども、こんな感じね、ちょびりんとしてますけども、はいこんな感じでね、今回買ったシンカーの肝はですね、こう愛のところがねこうまん丸なんですよね。これによってねいろいろ使えるなっていうことで、っていうのもこういうシンカーって自動針数止めがついているタイプが多いんですけども、最近はねいろんな用途で使えるようにこういった愛になってるものがねあるっていうことで、でこれを何に使うのかっていうと、先日手に入れたですね富士工業のリグスベルね、あれねこうスナップとかがついていて、で重りの重さ変えれるよっていうね、そういった便利なグッズなんですけども、それを使いこなすために今回ね春先に使うような3つのサイズのね、重りを買ってきて、でこれをねその釣り場の状況に合わせてスナップを付け替えてですね、それでもって、まあ、キャロライナリグ的にね使おうなんていうことで、買ってきてみましたね。こういう感じでまあなんだろう、この下のね重りの部分の形ももちろんですけども、特にねこの愛がね丸いもの、こういうものをねボックスに忍ばしておくと、例えばそうですねちょっとした本当パワーフィネスでやるような、小さい直リグ、それでこう重りをね調整する時なんかもねいいなと思ってね、これにまあスプリットリングをかませて、それでもってスーペリオとかね小さめの針につけて、ほんと極小の直リグみたいなのを使って使う時ね、そんな時も良さそうだし、またね従来通りのダウンショットシンカーとしても使えるし、こういうね頭が愛になってるシンカー、そういえばね今ね探したら手持ちで持ってなかったな。でこういう長っぽい形なんですけども、こうねカバーにね入っていきやすいっていうのはもちろんなんですけども、通常のダウンショット使いとかで使ってもね、今度ねなんか根掛かりもしづらいんですよね。丸い形状のものよりこういう隙間とかになんていうかな、スタックしにくいっていうか入り込みづらいっていうところがあるのかなっていうことで、まあそんなのもね便利だし、まあちょっとねいろいろね春先のリグにこれは必需品だなと思ってね、まだまだこの他にもいろんなサイズあるんですけども、今回はね自分が好きでよく使うこの3つのサイズ、買ってきてみたので、まあこんな感じのねパッケージに入っているので、まあ実際に使う時にねどんな感じのリグで春先ね攻略していくかなんていうのもぜひね実況動画でご紹介していければなって思うんですけども、引き続きよろしくお願いいたしますということで、はい本日の釣り子 TV はですねこちら、スタジオ100オリジナルのタングステンドロップシンカー、これのね、カバーリングタイプで、これをね、3つのサイズ買ってきてみたい、こういった動画でした。はい釣り子 TV でした。